ああ、金太郎。金太郎、昔、ちょっとうろ覚えなんですけど、金太郎っていうやつがいて、で、それ、おじいさんとおばあさんの、やつで、斧から生まれた金太郎っていうやつで、山とか行ったりして遊ぶのが好きな子供だったらしいんですけど、それでいろいろさまざまな生物と相撲とか取って、結構こういうドッペシが良くてはやってて、で、まあ、とにかく相撲を取るっていう腕っぷしの自慢で、で、おじいさんおばあさんもその金太郎がすくすく育ってよかったなっていう感じで、マサカリっていうやつを担いで山行って、で、最終的にでっかい熊とかと相撲をやるかっつって、で、俺で相撲をやったりして、で、勝ったりして、で、そういった話があったんで、ある将軍がその腕っぷしに目をつけて、で、じゃあ山に酔っ払いの鬼がいるっていうんで、それ退治にしに行くのちょっと手伝ってよっていう感じで、で、それ手伝いに行って、確かちょっとうろ覚えなんですけど、なんか鬼退治の軍団にまあお供して、で、結局それ鬼をまあ倒すっていうやつですよね。めでたしめでたし。